ご無沙汰しています。プライベート、まあ、いつもプライベートですけど、今日は5月5日日曜日かな、子供の日、134ですね。江ノ島、ここは鵠沼海岸かな、江ノ島が向こうに見えます。映りますでしょうか。江ノ島、緑が綺麗ですね。ゴールデンウィークどうかなと思ったんですけども、車はねそんな混んでないです。ちょっと今江ノ島水族館の方混んでるかな。はい、大好きなレッドロブスター、そっち、まあ、後ろねレッドロブスター通りました。レッドロブスターの斜め前が水族館です。水族館とかね、動物園はあんまり好きじゃないです。あのそんなこと言っちゃいけないんだけど、行ったら行ったで楽しいと思うんですけど、楽しいんだけどやっぱりね、なんか人間の勝手かなとかいろいろ思っちゃうからね。まあでもね、水族館で働いてる人もいるし、否定はできないんだけどね。あの動物園、水族館はなんか、まあ、人間は、まあ、常に勝手ですけどね、まあ、ちょっとそういう切なくなっちゃうから。はい、そんな感じで今日はねドライブ行けるとこまで、江ノ島鎌倉ぐらいまでねドライブ、娘2人と行ってみたいと思います。行ってきます。ちょっと屋台とかね、うん、今日出てるかな、うん、はいはい、今江ノ島をの中をぐるっと回りましたけど、駐車場は満車ですごいです。通り過ぎただけですけど今日はすごいですよ。江ノ島繁盛してます。暑いぐらいだよね、外ね、歩きたくないよね。暑そう暑そう、熱中症になっちゃう。それじゃあここから鎌倉目指します。鎌倉の海を撮影しましょう。はい、あ今ね、はい、歩行者の人今ちょっと、はい、行きます。もう一回、じゃあすーちゃん帰りの江ノ島の海を、後ろ江ノ島も撮れる？後ろの江ノ島。はーい。江ノ島大橋だって弁天じゃないんだ。うん、おまわりさん来た。おまわりさん。おまわり。おまわりさん撮っちゃう。撮ってた。わー、人がいっぱい。これ弁天橋っていうんじゃないのかな。江ノ島大橋って書いてある。よし。わーおー、見て見て。楽しそう。水上バイクって、水上スキーっていうのある。どれ？本当だ。あ、気持ちよさそう。ここからじゃ見えない。あ、ちょっと見えた。はい、はい、向こう行ってみましょう。鎌倉の方にね、はい、はい、来た。うん、はい、鎌倉方面進んだんですけれども、もう江ノ島からすごい渋滞でした。もうダメです。ゴールデンウィーク5月5日日曜日はもうすごい渋滞ですので、諦めて U ターンしてもう帰ってきております。もう綾瀬に向かって諦めました。もう帰りますという近況報告でした。あ、そうだ、あともう一つね、5月6月のライブ情報はインスタ、ツイッター載せてありますので、久しぶりに来たショー、ザ・ショー・マスト・ゴー・オンという T シャツ、プレイハウス のコロナ禍でね、あの作った T シャツ、これね久しぶりに来たんですけども、ケン・横山さんの曲にもあのこのタイトルの曲が
あるの。なんで映ってないよ。これは。っていうか全部やり直し。もうやだ。はい、今、富士山本町の道路沿いにある和菓子屋さんで、柏餅、柏餅、ちょっと開けて。柏餅を買いました。食べましょう。いただきまーす。はい、ありがとう。